皆さんこんにちは。今日のテーマは天国と地獄です。旧約時代、人が死ぬとその霊は黄泉に行きました。この黄泉は新約聖書ではハデスと呼ばれ、地獄と訳されていますが、旧約時代は地獄とは限らず死んだ人々が行くところを指します。黄泉は天国的な場所であるアブラハムの懐と、地獄的な場所であるハデス、そして大きな淵の3つの部分で構成されています。大きな淵があるので、アブラハムの懐とハデスは行き来できません。一度行ったら終わりです。地獄的な場所であるハデスは、神を信じないで死んだ人々が行く場所として千年王国の終わりまで存在し、最後の審判の後に本当の地獄である火の池、すなわちゲヘナへ投げ込まれます。このハデスとゲヘナは、刑が決まるまでの間に一時的に入る留置所と、裁判により刑が確定してから入る刑務所のような関係です。つまり神を信じないで死んだ人々の裁きは最後の審判で行われるので、それまではハデスにいることになり、最後の審判の後にゲヘナへ投げ込まれます。さて、旧約時代、神を信じて死んだ人々は黄泉のアブラハムの懐へ行きました。しかし、イエス・キリストの十字架と復活によって贖いが完成してからは、アブラハムの懐にいた神の民は天にある新しいエルサレムに移りました。この新しいエルサレムが究極の天国です。今クリスチャンが死ぬと、アブラハムの懐ではなく新しいエルサレムに入ることになります。そして千年王国が始まると、すべてのクリスチャンが御霊の体で千年王国に入りますが、反キリストに従った者たちやその子孫で救われた人々は血肉の体なので、死んだ後霊の形で空っぽになった天国に入ると思われます。千年王国が終わり、最後の審判の後、世界は新天新地に変わり、神の国である新しいエルサレムが天から降りてきます。ヘブル人への手紙11章10節には、固い基礎の上に建てられた都とありますが、この都がまさに聖なる都、新しいエルサレムのことです。新しいエルサレムは神が設計された都で、アブラハムが待ち望み、信仰者たちが憧れていた天の故郷であり、私たちの故郷です。それではまた。